動画でわかるアルプス処理水。7、安全はどうやって確保するの？アルプス処理水の海洋放出にあたっては、さまざまな対策を重ねて安全を確保します。対策1、放出対象の水はまずトリチウム以外の放射性物質について国の規制基準を満たすまで浄化します。対策2、放出前にはトリチウム以外の放射性物質について国の規制基準を満たしていることを東京電力だけでなく外部の機関も確認します。またその結果を速やかに公表します。対策3、トリチウムは大量の海水を汲み上げ、国の規制基準を十分満たす1リットルあたり1500ベクレル未満になるまで希釈します。なお、これは国の規制基準の40分の1未満です。対策4、海洋放出するトリチウムの年間の総量は発電所の運転当時と同じ目標値で管理します。対策5、放出している間は常に監視し、異常を検知した際は放出を止める仕組みを備えています。このように安全を確保するため何重もの対策を重ねています。タンクに保管している水をそのまま海洋に放出することはありません。